はい、どうも再びこんばんは。ですね、帰ってきました。ちょっと意味わかんねえな。先ほどの続きでございます。一応ね、操作方法はある程度は分かったような気がしないでもないです。はい、でまあね、ついでにね、ベランダ、この部分をつけてみました。で敷地をね、ほとんどベランダで囲っちゃおうかなっていう発想にですね、ちょっと至りまして、まあそれでいいんじゃないかなと。はい、なんかね、そんな気がしてきました。じゃあ階段つけるか。もし裏側にちょっと抜けられた方がかっこいいよね。わからないけど。頑丈な階段。みんな白でいこうか。ダメだ。くそ。まずその前に、ここを壊さないとダメだな。ここに作るか。まあ、ここでいいか。これぐらいで、OK。で、今度は階段を作ると。頑丈な階段。これで、なんだこれ。逆じゃねこれ。こうだね。これで、階段。はい、どうも、佐々木さん。こんばんは。これで、丸でいいか。あれ？ちょっと待って、ダメだな。これちょっと位置が悪いね。やりたいってどういうことですかね。マルチプレイじゃないですよ、これ。こうかな。こう。で、広げればいいかよ、これ。で、こんな感じだね。で、まあここにどうしようかな。プールでも置いちゃおうか。シムズですか。まあ、結構面白いですよね。ただね、僕このゲームデータはですね、結構ふざけまくっちゃって、ワンチャンね、まあ大丈夫だとは思うんですけど、ちょっとなんか性的な感じになっちゃってるんですよ。一番の外交手段がセックスみたいな感じで、まあ手っ取り早く人と仲良くなるのにそういう手段を使ってしまって、まあいろんなところに子供ができちゃって、えらい状態になっちゃってて、このゲーム自体はちょっと配信はできないなっていうところなんですけど。じゃあまあプールを作ろう。プール三角木馬。三角木馬なんすか。なんかあるんすか、そういう。よし、オッケー。プールこのぐらいかな。いいね、いいね。プールで、で、プールトリム。SM 道具ですよね。わかります、わかります。わからなきゃいけないわけじゃないじゃないですか。どうしようかな。
感じでいいか、プールトリム OK、うん、で、プールの水の種類、水を夢見るウォーター塩素塩素塩素はな OK で変えたか変わったかな。で、プールオブジェクト、はしごを、どこにつけるの？あれ？部屋に？部屋に適用？段差がないとダメか。はい、佐々木さん、お疲れ様です。ありがとうございました。段差がないとダメか。もしかすると。ちょっと待ってよ。これを、移動というか、深さを、深くすればいいのか。いやどうだろう。まあでもなきゃないでいいけど。プール。あ、出た出た出た。オッケーオッケーオッケー。まあまあこんな感じでいいかな。うん。でプールはこれで OK。 結構でっかいプールだったな。でそうだな、まあ、本格的に建物を作っていくか。まずこの中だよね。中をどうすかな。ちょっと待って、操作どういうんだっけ。見下ろし視点に切り替え、うん、これがいわゆる室内です。で室内は床はちょっとあれですね、統一したいですね。あ、これだ。床のパターンをどうしよっかな。やっぱカーペットだよね。いや、なんかカーペットはいいもんねえな。石、木、タイル、タイル、うん、リノリウム、リノリウム、屋外、金属、金属はな、木がいいか。いや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 、ちょっと待って。タイル、何があったっけな。ちょっと待ってよ。一旦カーペットで全部統一しようか。赤いカーペットでいくか。はい。で、赤いカーペット、OK。で、どういう作りにするかな。じゃあ、まずドアを作るか。まあ、玄関だからちょっとデカめに来たいところではござる。そうだな。もっと高さが必要。なるほど、そういうことね。ちょっとまた上に出してこれをして、これ高くすればいいのか。
高くなったかな。まあこれちょっと扉が作られるかどうかね。中ぐらいのドアはもっと高さが必要です。もっと高さが必要です。これどうだ、なんか全体が伸びてるとこないよな。おい、全体がこれ来てるな。これちょっとあかんよ。そうそうそう、こんぐらいだった気がする。うん、こんな感じだったっけ。そうだよな。で問題はですよ、違うんですよ、これを上げちゃうとどんどん上がってっちゃうな。ちょっと待って、中くらいの壁にすればいいのか。そうか、そうだね、高くてもいいな。いやでもちょっといい扉がなくなっちゃいます。そうすると、これかこれしかなくなっちゃうもんね。無意味なリフォーム、ドアのライトふざけんなよ。どうしよっかな。これ玄関だから、玄関、こんな感じでいいか。で玄関がここに置こうか。 OK、 ここは玄関と、玄関、まあ、玄関これで、なんか違うな、何かが違う。これ玄関でしょ、これ家の玄関、うん、そうだな、どういくか。室内の壁をどこしようかな。迷うな、迷いますね。壁、じゃあ壁紙だ、壁のパターン。ペイント、いやーどうだろうな、どういう形にするのかまだね全然決まってないんですよね。壁紙でいくか。センスねえんだよなこういう。どうだ、こういう感じで今赤い床になってっから、なんか赤ベースのこういうちょっと落ち着いた感じにしたいですね。こうか、なんか暗くね。うお妙にちょっと暗い気がするな。まあいずれなんとかなんのかな、これなんとかなる、なんとか、うん。でちょっと待てよ、まずイメージしよう。ここがまあ玄関部分として、そうだな、まあ2階への階段は玄関から入ってすぐに作るか。
なんかこれちょっとこれ狭いな、端に作りすぎたんではないかっていう気がしないでもないんですよね。ちょっと端すぎるね。これちょっと動かそうか。このぐらい、うん。そうだね、うん。このぐらいがいいかな。で、スペースの俺のイメージとしては、こっち側にキッチンを作りたい。キッチンと、じゃあちょっとここは、あーちょっとイメージ来たぞ。おおよそじゃあ4分割と考えて、待ってくれ。4分割を考えて、ちょ、壁引きてえな。空き室と壁、トリムだと多分ね、これ壁になっちゃう。ハーフウォールでいいか。ハーフウォール、なんでハーフなんだ、壁でいいだろう。ええ、ちょっと待ってよ。ここまで来るとちょっと計算したいな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、25マスを2分割すると、12.5 か、 12.5 12へ作ろう。左から数えて12へ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、がここか。じゃあ待てよ、ここからこう引いて、うん、ちょっとなんだこれ、なんだこの変な隙間、いらんだろこれ。あ、ちょっと待って待って、ここだよな、ここだよ、間違いない。ここから始めてこうだ。まず区切ろう。まず壁、壁を作りました。で、まあ、若干ここは、ちょっと待てよ、よく考えろ、よく考えろ。これちょっとね、ある種洋風なんですけど、日本家屋的あれをでどんどん区切っていっちゃうと、なんかね、変な家になりそうな気がするんですよね。そうだな。キッチンはね、できるだけ広く取りたいけど、一旦じゃあ区切ろう。区切って、そうだな、で、区切りました。まあ部屋ごとに壁紙は変えればいいからな。
で一応間取りとしてはこういう形で取って、ここの壁はいらないかな、いらない気もするな。よし、破壊しよう。ここからここまでの壁を破壊。お、見えてきたね。え、なんだこれ。うわあ、ちょっと待って待って、壁をもう一回設置しよう。壁を設置。 OK、 いいねいいね。あー、ちょっと待ってくれ、ここの壁まで消えちゃって。あ、ちょっと待って、コピーすか。そしたらスポイトツール、あ、あ違う、クイックスポイトは、ちょっと待って、ん、ポンってポンってクイックスポイトで取って、待てよ、もう一回ちょっと見てみようか。部屋別モードが R1 か、はいはいはい。で、スポイトでこの壁これ取る。あ？最近あれ、あれ、ちょっと待てよ。スポイトでこのドライウォールを取って、いや、これ壁だな。ちょっともう一回引くしかねえか。いやー、ちょっと待ってよ。オブジェクトを置く。いや、もう引いた方が早いな。そしたら壁作ろう。壁を、引きます。あ、待って、ちょっと待って、あれで伸ばせなかったっけ。これ選択で、合わせたような気がするな。あ、違う、もう引いた方が早いな。結局引いた方が早いんだ。壁をからで、スポイトで取れたっけな、これは。で、ここか。はい。で、部屋ごと、なるほど。
ほどね。はいはいはい、こんな感じになってますか。どうしよう、階段作るかな。階段作るか。階段、あ、じゃあ間違えた、こちら階段、踏む価値のある階段、日常的な階段、メガ階段、タウンハウス、そうだな、はい、これでいいか。で、ちょっとなんか俺の考えてた階段とまたちょっと違うな。どうしよう、こうい、あー、このぐらいか、高さが、部屋の高さがそほどでもないから。なるほどね、そうだね、そういえばそうですね。デッドスペースになっちゃうかな。いや、いいでしょう。で、こうだ。扉があればいいんじゃないかなっていう妄想はしてたんですけど、ここに扉を作るか。じゃあちょっと扉作ろう。しまって、こう、今こういう状態でしょ。はい、じゃあドアを、中ぐらいのドアで、これを作ったん、つけたんだっけ。これでこの扉をここに作る。こうでいいか。そうだね。で、どうも、クロケンさん、お疲れ様でございます。どうしようかな。あのね、1回目はですねちょっと早い時間、7時過ぎぐらいに始めたんですけど、あの操作方法が、あ、どうもモリティさん、こんばんは。操作方法がね、あの、いわゆる分からなかったというか忘れちゃってましてですね、あの
見てる人にツッコミが入るっていう状態になってしまって、あ、もうこれってあかんなということで、一回やめました。ね、まあ、素敵な家をですね、作りたいとは思ってるんですけど、どうしよっかな。家の中の塔だからそれほど凝ってなくてもいい気がしないでもないな。これだ、これがいいか。これを、そうなんですよ。で、ちょっと暫定的に、どうだこれ、玄関が開いてこうでしょう。あ、そうか、人がこのぐらいのサイズか。結構ちょっと待って、でかい家だな。新婚さん、はい、なんか三角ボンゴバーとか言って、よくわからないこと言って、はい、どっか行っちゃいましたけど。そうだな、思ったよりでかいな、これ。俺が想像してるよりがでかいな。そうか、これぐらいになるんだ。でかっ。キッチンエリアがこうなるから、そうなってくると、どうしよっかな。まあ、とりあえず1階を作ろう。1階部分、壁、階段ね。いや、結構ちっちゃいなとか思ってたら、実際やってみたら結構でかかったっていうね、こんな感じですね。で、ここをこう区切って、今日の配信はですね、なんかこんな感じでダラダラやってます。で、ここをトイレとお風呂のスペースとして使えたらなとは思うんですけどね。どうしようかな、半分で切っちゃう、区切っちゃうか。1,2,3,4,5,6,7、7だから 1,2,3 で区切る、いや、トイレはですね、1階と2階、まあ、3階建てにするかちょっとわからないんですけど、3階にもちょっと作ってみようかなっていう気はしないでもないんですけれどもね、まだ未定ですね。もうざっくりでね、本当右利き者で作っちゃってるんで、実際ね、これがどうなるのか、それはちょっと僕心配です。お風呂ちょっと広い方がいいかな。どうぞ、フィットネス器具とか入れるかな。まあいいや、とりあえず一回これで区切ろう。で、扉も作ってお風呂、これ4つ作ろうか。4つじゃない、1,2,3っていう形で作ろうかな。まあ扉作ろう。そうですね、作ってみて、これ予算もしかしたら足りないかもしれないんですけど。シンプルなダブルドア、これどうだ。まずここをこうして、こうして、まあここは、どうしようかな。なんかこれ風呂場が外から見えるってどう？開放的すぎやしないですかね。そうかな、ちょっと待って、トイレはね、トイレはもう虹色って決まってるんですよ。レインボー。こうで、普通の
扉ないもんか。殺風景なフロントドア。これでここを行き来できるようにはしておこうかな。うん、悪くないね。大丈夫か。で、どうしよっかな。あれ部屋ごとに見る方法なかったっけな。一応こうなってるんだよね。で扉があって、ここの壁いらないかな。からあ、やべえ、なんかあそこもかかっちゃってる。なんで、オープン、うん、なるべくね、ちょっとこうオープンでいきたい。うわー、なんで壊れちゃった。ちょっと壁引き寄されたんだこれ。壁壁を引き出して、で待てよ、ホイトツールでこれを取って、こんな感じか。そうですね、あ、家と認識されないパターンですよ。そうだな、こんな感じでいいか。でね、一応ここをキッチンスペースにして、でリビングスペースって形で考えてるんですけど、広くていいかな。そうそうそう、まあ割とこんな感じでいいか。でちょっと窓を作るか、殺風景だね。一旦ちょっとね、外観を見ると今こんな感じなんですよね。そう、窓、ん？壁彫刻ってなんだこれ。え？壁の通気口、植木鉢、 UV キャッチャー、 UV キャッチャー、はみ出りできたミッション様式の木製バルコニー。いやーね、思ったよりでかいですねこれ。なんかちっちゃいかなと思ったんですけど、そんなことなかった。天幕、バルコニー、なるほどね、こうなってくるか。え、ハンクって何これ、よくわからんな。ちょっとこの壁彫刻はまた後にしよう。とりあえずは窓、窓ちっちゃい方がいいか。あんまでかい窓ってどうかなっていう。どうしよっかな、どういう窓がいいかな。1階の窓を、素敵な窓にしたい。そうだな。
どうだろう、ベーシックな出窓、いや出窓もな、世界を映る、メガウィンドウ、ダブルデラックス、これ悪くないかな。ちょっと待って、うお、なんだこれ、なんでこんなにいっぱい教会かって、ちゃうちょっと待って、おかしいぞこれ。そう、窓、あーちょっと待って、どうしようかな。こうで作るとするとこうなるんか。なんかあんま窓って感じしない。光あれ、でかいな。ダブルビジョン、ちょっと外から見るとどうなんのこれ、なんかあんまり良くねえな。普通の窓でいいか。エネルギーキング、ちっちゃすぎないこれ。声は伝わる。シングル窓、窓いらないか。どうしようかな、なんかいまいちいい具合の窓かな。古典的な窓、悪くないな。でもこれだったらこっちの方がいいかな。窓ね。玄関エリアはいらないか。つくらい、いやもっとつけますよ。ここで 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18 18を2等分する9でしょ。9,3、6か、6マス、1,2,3,4,5,6、いやまあこの辺でいいか。じゃあで1個作って、でどうだろう、これぐらいでいいかな。ここは2つで、でここ、これちょっとまあ縮尺バグってたけど、これ近寄ってみると結構でかいなこれ。結構でかいな。どうしようかな。こっからここまでいくつだったんだっけ、ヘックスは。まあいいや、適当でいい。ああでもな、こういうのって後々なんか気になるんじゃなかったっけ。1,2,3,4、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20、あ、やべ、ブレた。25か、25だから、3等分、8マス目ぐらいでちょうどいいのか。6、7、8、若干この辺で作るか。
3つ、うん、いっぺんに3つぐらい作るのがいいのかな。 1,2,3,4,5,6,7,8、 いや、3つぐらい作りたいけど、なんか窓だらけじゃね。ちょっと待って、これちょっと動かそうか。え、どうこれ、ちょっと待てよ、これもう一個こっちに動かすか。で、これをこう動かすぐらいで、これぐらいちょうどいいかな。間隔が 1,2,3,4 で、1,2,3,4,5、 ここが1個多いな。もう一ついるかな。うーん、どうだ。もう1個こう動かせばいいか。え、ちょっとなんか右に寄りすぎだよねこれ。もう一個これ左に動かして、なんか窓だらけっていうのもちょっと良くないなって気がするんですよね。この間隔がちょっと広いな。こうか、こんなもんか。で、いや広いな。ちょっと待って、もう一個こっちか、やっぱり。え、今度こっちの間隔が狭い気がする。いや無理じゃない。いやー、でも別の窓にしちゃうっていうのも変だと思うんですよ。真ん中変えるか。じゃあ窓ちょっと違うものにしちゃいます。違う窓、なんか、なんかない？こんな感じの、あ、メガウィンドウじゃん結局これ。ちっちゃい。いや、この窓がちょっとね、縮尺に関してでかすぎるんかな。いや、でもこれでいいっすよ。いいっす。もういいっす。これを、どこに作る？ちょっと待って。これの対角線上で作るか。対角で、え、これ逆じゃないっすよね。いや、なんかこっち側、こっちでいいんかな。いいんか、まあいいのか。
ここで大丈夫かな。で、今度はこっち側、これの、延長線上で、ここか。窓は、1階の窓はこんなもんでいいですかね。うん、悪くない、悪くないと思う。で、でですよ、なんかだいぶできてきたな。家はできてきた、だいぶ。そうだな、あとはあとどうしようかな。プール作ったでしょ。で、まあ、ちょっと家具、ちょっと トイレだけ家具置こう。あ、違う、家具はこっちだ。バスルームでいいのか。トイレ、一番高いやつが、うん、壊れない、いいね。やっぱ真っ白でね、トイレは。で、トイレを、いや、トイレ置いてみると、すげえでけえ部屋だな、これ。半端ねえ。で、バスタブを、ジェット付き高級、あ、いかんな、これ。快楽ねえ、これ。でかすぎますね。これでっかいな。マジででかいぞ、これ。これ作って買えんのかな。維持費も半端なさそうだな。やべえもん作っちゃってんな、これ。いや、この広さってでもよく考えたら商業施設とかなんですよね。やべえな。そうですね。これちょっと全部使い切れるか。シンクをね、ちゃんと作んねえと。パトリシアン、これなんだ、洗面台ピューロシンク、バスシンク、これだな。これを、どこに作る？トイレの、じゃあまあここに作って、で、シンクをここに作って、トイレでけえな、マジで。
やべえなこれ。そうだな、これで家具とかちょっと置けないよこれ。いやーこれ俺の部屋ぐらいあるんじゃないか。1階の間取りはこれでいいか。そうですね、これやばい額必要っすよ多分。じゃあこれでこれをこうか。そうですね、こうか。多分ガチの金持ちじゃないと無理だとは思います。アクセントとか作るよこれ。使いにくいってこれ。こうじゃあこうなっちゃうか。あれ消えた、消えたっぽいな。あ待って、これはそこにある。あーもうついてついてついてる。しもらうしかないかな。で2階部分作るか。2階をじゃあ作ります。建設する。じゃあ壁ツールじゃ同じじゃない。違う、こうじゃない。部屋ツール、こうだ。でこうすることによって2階が完成しました。
界がこんな感じか。そうだな。はい、2階がこんな感じになってます。さあさあさあ、どうしようか。壁で区切りました。地下室とか作るかな。これだったらなんか作れちゃう気がするぞ。余裕で作れるけど、作ったところでってのがあるな。これだけ広いとな。いや、まあやっぱなんか前の家の縮尺を大きくしたような感じになっちゃったな。いや別にそれでもいいんだけどな。まあそれでもいいっちゃいいや。で、ここら辺と壊すか。いや待って、これだけ壊そう。で、あとここになんか扉作るか。あちゃあちゃ、ハンマーで、そうだね、こうでいいか。そうだね、なんかこっから直接を入れるようにしよう。うわー、$92、すげー金かかるなこれ。ここまでで$92か、やべえな。いや、まあとりあえず、作るとは言っちゃってるから、どうしようかな。
階にもそうだ、トイレとバスを作んなきゃいけないから、2階建てでいいか。そうだね、2階建てで十分だな。2階建てで十分だから、今低い壁だから高くしちゃうか。そうだね、高くしちゃおう。ここもかさ上げしちゃおうか。高い壁にしちゃおう。なんとなく余裕のある家になったな。でまあ部屋割りは後で考えるとして、屋根作るか。どうしよっかな。六角、いや四角だから、屋根にしてみる。うわあ、でこれをちょっと広げるか。はみ出てますね。これ良くないですね。いやー、あっちダメだ、これ丸屋根はダメだ。これでいくか。こう振って、でこう、どうだ。もうちょっとこれ上げていいんじゃないか。でいいかな。あ、そうか、ロケット研究施設とか作んねえといけないんだ。まあここら辺でなんとかなるんじゃないかな。でベランダでこうガッと出しちゃえば。じゃあちょっと屋根のパターン
ああ、そういうことなんだ。どうしよう。ガラス屋根はやめておこう。こんな感じでいいか。で、今度ね、ベランダを作ります。L 字型、いやー、どうしよっかな、どういう風にしようかな。開いてるやないかい。これ破壊しよう。ダメだ。これはいらねえな。で、壁。壁を。
ちゃうな。だいぶ形にはなったかな、うん、でこれちょっと明らかにこのままだと違法建築になるから、なんかないかな。柱は欲しいな。柱、うん、だいぶずれてんなこれ。ずれてますね。柱柱柱柱、白い柱をここに置くぐらいでちょうどいいんか。どうですか、うん、悪くないか。でここにも柱を置く。柱がさすがにないとこれ完全にやばい建築物だからな。そうだね、こういう感じでいいかな。土台消えてね、これ。ちょっと待って。あ、土台消えてますね、これ。じゃあまあ一つずつやっていこう。背の高いドア。そうだね、これぐらいでいいかな。で、ここを置いて。ここら辺でいいか。まあまあまあこんな感じでいいか。手すりが必要だな。
階段いかにも危ない。階段の手すり、これ悪くないかな。あとはフェンスでいいのかこれ。垣根じゃなくて家の中に置くやつだから、家の中に置くフェンス、欄干、いや外だな。基本的にこれ外だな。これでいいか。扉が欲しいよね。ちょっと冷静に見ると、よいしょ、スポイトレ取るか。でこれはこんな感じ、ちょっと待って、もう引きの上で見ないと分かんねえわ。こんな感じかな。あ、オッケーオッケー。あとどうすっかだよね。上に上げるか。これでまあしっくりしたな。はいはいはい。うん、悪くないね。で、家自体にあと窓が必要か。窓はもう全部同じにいいかな。同じ窓をじゃあ配置するか。でも間取りが決まんねえと。ねえ。
どうしよっかな。形式か。ホテル形式、いわゆるこういうことですね。で、うわあ、間違えた。2階にトイレとシャワーを作ろうと思ったんだけど、そうなってくるとちょっと足りないな。いや、ちょっとこれ動かそうか。これをじゃあ完全にトイレ近くね？大丈夫これ。いくらだ、これで100ドル超えてる。
生する扉扉。背の低い糸を当て分割していいな。じゃったらじゃあこうしてマドリはじゃあこんな感じでいいか。であとはちょっと一回壁区切るか。そこめっちゃいますねこれ。からこう、で区切ってもう完全にここはもう風呂、下はなんかトレーニング機器を置いても良さげだけども、扉を作ろう。家のドアだから。家の中のドアでしょ。これだな。いいとここうだね。で、間取りはこれでいいか。間取りはこれでいいや。で、じゃあ扉を、扉じゃねえ、スポイトで、これを上に上げて、ほら、なんかおかしいよ。やっぱそうじゃん、やっぱそうじゃん、これこっち外だよね多分。
ぱおかしいぞこれ。これちょっとなんでこうなった。この扉の向きがおかしい。参ったな。声は伝わるシングル窓。これかな。ほら、なんだか変だよ。いや、おかしいもん絶対これ。いや、参ったな。どうしようかな。なんでこうなったんだろう。2階に窓作んないわけにいかないしな。でもそもそもこれがおかしいんだよ多分。ちょっと待ってよ。じゃあされちゃった。違う。いやもうちょっと最初からやり直しかもしかすると。めんどくせえな。やるよやるよ。
いよやるよ。ちょっと待てよ、これハンマーでぶっ壊す一緒したら。疲れてきた。間違えたし。くそ。スポイト、はい。疲れてきた。トイレ行ってこよう。いやー戻りました。だけどね、勢いだけで始めたんですけど、これ勢いだけで全部やるのは無理がありますね。甘かった考えが。今まさに俺苦しんでるもんこれ。さてさて、じゃあ、2階の窓、設置し入ります。これを上にして、まあ、これぐらいなのかな。ん、こうだけど、ちょっと待って、ここだな。で、間取りがここはもう違うから、まあこんな感じかな。で、ここもこんな感じで、そうだよ。
悪くない。こんな感じかな。で、あとね、この家の外観ですよね。全然色塗ってないから、ちょっとマイクが近すぎたな。まずそうだな、床のパターン、まあ石造りかな最初。ここはこれが、待って、そうそうそう、これだよこれ。これを待ってた。ちょっと待って、これでいくか、とこうか、いやこれもいいな。悪くないよね。そっか、ちょっと試してみるか。いや、こっちの方がいいか。これだね。で、ここも床これでと。OK。壁だよ、壁の色。まず壁の色だ。トリムじゃないねこれ。壁のパターンこれだ。壁紙じゃない、パネル、石造り。板っていう感じじゃないな。石で作るか。もうちょっとなんか黒っぽい落ち着いた色にしたい気もするけれども、どうだこれで。壁コーナーアクセント、まあ悪くないや。もうちょっと見てみようか。岩と石、メガ積み石。自然のモザイク、じゃあパネルでやってみるか。パネル、こういうのも悪くないな。レトロラックス、怪しいほど地味。これはちょっとな、これ室内だな、しかもこれ。ペイント、もう室内だな、どっちかっていうと。いや怪しい家なんだな。やっぱ黒を基調としたタイル、タイル、トイレだなこれ。かな、レンガ壁。
センスがねえからな。演歌、ああ悪くないな、悪くないけど、まあこんなもんかって感じだよね。イメージカラーが決まらないな、ま、これ地味だな。思い切った四角形、白っぽい方がいいのかな。なんかそんな気がしてきたな。このタグ、そうなってくると、これがいいな。ベスト。またこれ。うん。結構おしゃれな感じにはなったね。外装はこれでいいか。待てよ。手すりいいか、これで。あ、まあいいっすよね。で、土台の方もちょっとまあ地味めでいくか。よし、これで色は、あー、ここだけ変わってる。しっかりとした感じになりましたね。つけるか。
これだけでかい家だからシャンデリアぐらいはつけたいよね。あんのかシャンデリア。光の輪、これぐらいだとそんなに明るくないな。こう2個置くか。こんな感じかな。まず玄関に1個こう、こうか。こんな感じかな。こんだけやればまあ終わりじゃないかな。はい、室内灯はこれでいいな。街灯みたいなあるか。ぶわー。
感じかな。室内灯をつけてもしょうがねえしな。うん、もうちょい上げるかこれ。壁紙だね。どうしようかな。こっちも扉つけちゃおうかな。トイレの壁紙どうすっかな。
これマジか。ここも変わっちゃうんだ。多分一律なんだろうな。どうしよっかな。こうしようか。これでいいかな。そうだ、2階の床も決めてなかったな。まずは基本これはこうこの色でいい。であとそれぞれの部屋を、であとトイレの壁はこれがトイレの壁だ。まあこんな感じか。うん、まあほぼこれで完成かな。よし、あと、仕上げというか街灯みたいなのちょっと欲しいよね。なんで地形ツールって。ああ。屋外の照明、こんなんで。いやー、でもこれで完成かな。
わー、2時間かかった。眠っ、超眠い。23時だよ、もうひどいな。まあこれでいいか。でここにね移り住めるのかはね、多分ねもう無理じゃないかなと僕思ってますね。家作ったのはいいんですけど、住み慣れた我が家に花の香りを添えて住むことすらできないっていうね、これ地獄のような状況ですね。価格保存しよう。すごいねこれ。じゃあマイホーム。マイホーム。これで、価格をマイライブに保存する。まあ、あとのね、ここ、中の家具とか、こういうものは、まあ、後でっていうか、住めんのか分かんないんですけど、まあ、住めたならば、その後ですね、なんとかしたいと思います。あとね、なんか、ここに、こういう隙間とかにもなんか設置物を置けるとは思うんですけど、まあとりあえずこれで素敵な家の体裁は整ったのではないでしょうか。ああ2時間やっちゃったよ本当。いやなんか試行錯誤したのを含めて多分3時間ぐらいやってますね。全然最終的に住めないっていうね、何なんすかねこれ。これセーブどうやんだこれ。今のあれでいいのか。世帯の所持品移動できないもんね。ワールド管理に移行する前か。いや超疲れたこれ。俺なんで家作るなって言っちゃったんだろう。いやそもそもはねアークで家作ろうと思ってたんですけど、まあいきなりアークでね家作るのもなっていうのはちょっとありまして、これで家作ってみたんですけれども、なんだっけ、シュパーンシュパーンって、なんもねえな。あとでなんかまた作んねえといけねえな。しょ。これは、ワールド選択に戻る。はい。まあ、ここはね、まあ、ホームタウンなんですけどね。向こうに家作ったのはいいんですけど、向こうはあそこ1軒しかないんで、まだまだね、作んないといけないみたいですね。これシムシティだったかな。はい、というわけでですね、今日の配信はこれにて終了したいと思います。まあ、僕がね頑張りました。頑張ってね結果がついてこないっていうね最悪な展開になるような気もするんですけど、まあそれもね致し方ないということで、はい、まあちょっとね今度ね、また土日で、ちょっと動画撮ろうかなとか思ってます。はい、そんな告知でした。はい、それではご視聴いただいた方ありがとうございました。佐々木さん、黒犬さん、あと誰来たっけ、あモリティさん来たな。モリティさん初見だったけどこんなひどい配信見てドン引きしただろうなっていう。はい、ということで、お疲
疲れ様でした。それではまた。バイバイ。